な存在でした。その山本浩二が入団10年目、この当時ジャイアンツ王、タイガース田淵、2人のものでしかなかったホームラン王のタイトルレースに加わるようになったのです。入団12年目、開幕から2試合目で山本浩二は通算300号のホームランをマーク。昭和44年4月13日の初安打以来、入団16年目での栄光です。300号ホームランから5年間で200本を上積み、500号は名古屋球場、中日杉本投手から。最後のリーグ優勝は神宮球場でした。マウンドに駆け寄る山本浩二を待っていた衣笠。アラン監督の胴上げ。そして山本浩二、現役最後の年に山本浩二は日本シリーズへも出場、しかも4番打者でした。